マンです。今日は冷蔵庫の中に残ってた食べ物全てで断捨離飯やってみました。ここで冷蔵庫はカップです。これロールキャベツですね。あと付け合わせの野菜で味噌汁、ミモササラダで餃子ってな具合です。だからまだね、買い物から行かなきゃ何もないようになってます。断捨離です。それではいただきます。寒いですね。カンカン白にするんですか。3日間寒くて4日間暖かいというような春の初めの気候ですけど、このサラダも美味しいな。
ロールキャベツもうまいですね。気がついてなかったんですけど、3日ほど経ってから飲んで返信したら、死んだのかと思って、すごい心配してたそういう話なんですけど、そんな簡単に死にませんけどね。私、餃子っていうのは中華料理食べに行くと必ず注文しちゃいますね。店によって味もかなり変わるんですけど、やっぱり頼まずにはいられない食べ物の一つですね。
サラダがなんか美味しく感じますね。今世界なのはクリスマスに3回目になる喉の手術がうまくいくかどうかですね。声が出ないとコミュニケーション取れませんからね。これだけは何とかしても直したいんですよ。
これはジャガイモにパセリが乗っかってます。うまいですね。まあ、冷蔵庫の中の断捨離をしても自分の持ち物を出せばなかなかいいじゃないですかね。まだ使うかもしれないとか、まだ新しいとか、そんな理由でなかなか使えないです。捨てる場所はないというものもあって、例えば今自分のベッドが壊れてるんですけど、かさばくっていうか土台が出てたんですね。実家を思い、
サラダ本当にうまいな。もっと食べたい。食べた。まだ食べたい。それでは、ごちそうさまでした。